はいどうも皆さんこんにちは。本日の動画はですね、ライカの C3 ですね。こちら、ライカ C3 を使用してきました。フィルムがコダックのウルトラ400、ウルトラマックス400かな。で、今回は全部フラッシュを焚いて、いわゆるお散歩スナップというものを、撮ってきましたので、ぜひご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。やっぱ個人的にはとても色のノリがとても良くて、やっぱ発色もとても綺麗だなと思いました。あとやっぱ光がちょっと強いですよね。光が強い感じが当たって、とても綺麗に映ってると思います。で、次回はデジタルのライカのD-Lux っていうカメラでしたっけな、初期のやつをも一緒に撮ったので、そちらの動画もご覧ください。それではありがとうございました。